どうも皆さん、じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、全48箇所のチョコボストップの場所をご紹介します。まずグラスランドエリア。チョコボストップは各エリア8個ずつあります。このエリアは左側に3個、右側に5個ある。チョコボストップの場所を拡大して表示するか迷ったんですが、逆にわかりにくいかなと思ったので全体表示しています。一時停止しながら確認してね。続いてジュノンエリアです。上の方に7個あります。下に1個あるので注意。ここは意外と見逃しやすいですよね。探すの結構大変だった。ここに1個あるので見逃さないように注意しよう。字幕で隠れるとなんなので黙りますね。続いてコレルエリア。ここは上の方に3個、下の方に5個あります。右下にも1個あるので注意。続いてゴンガガエリア。ここもめちゃくちゃ探しにくかった。上に2個、下に6個あります。ぶっちゃけここが一番探しにくかったかも。次はコスモエリアです。ここも探しにくかった。上の方に4個、下の方に4個ある。チョコボストップは地上にあることが多いですね。最後はニブルエリア。ここは左側に5個、右側に3個あります。めっちゃ右上に1個あるので見逃さないようにしよう。チョコボ層が見つからなくてイライラしています。なんで50個もあるんや。チョコボストップを見つけると黄金の羽がもらえるぜ。黄金の羽はチョコボショップでチョコボの装具品と交換してもらえます。装具品は全部で18個ある。1個交換するのに3個使います。全部で54個の羽が必要になります。黄金の羽はチョコボストップの他にサブクエストをクリアすることで入手できる。チョコボの装具品はチョコボレースで使えるので、集めておくと便利です。というわけで、チョコボストップの場所ご紹介動画でした。今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にも FF7 リバースの動画をいろいろ投稿していますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。